んばんは。ちょっとこれ見。こんばんは。皆さんありがとうございます。皆さん1万人ありがとうございます。ありがとうございます。そうありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。びっくりしました。本当にこんなに早く行くなんて思ってなかったんで、本当に皆さんのおかげだなって思います。ありがとうございます。そう、そしてはい、今日ブログをねまだ送ってないんですけど、まだ更新できてないんですけど、例のいい報告みたいななんか言ってたじゃないですか。あれもね今日無事届いて、そう今向こうの部屋にあるんですけど、そのものがなので、そう昨日届かなかった、今日はいい報告ができます。はい、なのでまたブログね更新するんで、ぜひ楽しみにしててください。いい報告です。いい報告。さっきまで髪の毛下ろしたけど、お団子にしました。見ますか、うん、ちょっとじゃあちょっと5秒待っててください皆さん。持ってきました。ちょっと猛ダッシュでちょっと家の中駆け抜けました。持ってきました。はい、ここにあります。やべ、ショールームで初公開しちゃうの。ちょっとなんかね、そう今日ね本当はもっとすぐ1万人行った瞬間にちょっとツイッターの話もです。ツイッターの1万人行った瞬間にスクショして出したかったんですけど、ちょっとこれ見えてなかった。これのちょっと影響で更新できなかったんですよ。なんでそうなんですよ、お母さんのスクショを使いました。では行きます。ちょっとこれ大丈夫かな、なんか映りそう、ちょっと汚いから部屋行きます。3、2、1、じゃじゃん。ちょっと映った、部屋が映る、これできるな、自分ちょっともう汚くなっちゃった。はい、これです。これを買いました。そうです、買いました、自分でこれちょっと部屋が映るから、ちょっとめっちゃ部屋が映ってるこれ。はい、そうなんですよ、そう今これはお母さんの携帯で配信してるんですけど、同じの持ってますか。そう買いました。そう、そうです、お年玉で買いました。そうなんか充電の持ちとかちょっとめっちゃ悪かったんで、前の携帯が。はい、買いました。そうなんですよ。そしてこれはちょっと前の携帯で、SE2、 前私 SE2 使ってたんですけど、 SE2 で
あの開封動画を撮ったので、開封の儀を撮ったんで、はい、ちょっとそのうちね、ちょっと今日ちょっと出せるか分かんないんですけど、そのうちすぐ出しますんで、はい、 iPhone13 でした。そう、今年のめっちゃ映ってる、あ、私の頭だ。今年のお年玉と前の今まで試したお金で買いました。そのケースもね、多分いつか届きます。そう、まだ届かないらしくて、ケースが、私の欲しかったケースを頼んだんですけどでした。ケースはまだ来ません。それで失敗しました。このカバー失敗しました、はい、っていういい報告でした。そう、私はこれをずっと報告したかったんですけど、一昨日注文して昨日届くって話だったんですけど、そう、届かなくて今日届きました。あ、待って、めっちゃ映った、やば難しい、めっちゃ反射する、斜めこれぐらいだったらな、もうつらめっちゃ、はい、そう、まだ、そう、さっきまでずっと移行作業をしてて全然まだ開いてないんですよ、本当に。まだ見えるかな、ちょっとこんな、まだこんな感じで、まあ何もちょっと、そう、自慢配信してます、めちゃくちゃごめんなさい、自慢配信してます、はい、そんな感じです。そう、オンラインで頼みました。そう、あの近くの店がもう全部売り切れだったらしくて、待ち受けはもう、あの 今までの携帯をそのまま全部移行したんで、いきなり、ああタップって何？背面タップ、トントン、めちゃくちゃ部屋映ってないよ、どこ、どう、え、どういうこと、あ、こっち、あ、こっち、あ、ついた、あ、待って、めちゃくちゃ映ってんだけど、え、でもなんかカメラだけ軽く使ってみたんですよ。なんか2つあるじゃないですか、このなんていうの、あるじゃないですか、このカメラ、このこれ、まだこれで撮ってないんで、え、どうなんですかね、ショールームスムーズになるんかな、なると願います。え、でも今日の本当の目的はちょっと自慢配信じゃなくて、本当、あの1万人ありがとうございますなので、そう、本当に早くケースが届いてほしい。 iPhone13 今近くに、そう、本当はプロにしようかなと思ったんですけど、そう、今日はいいことがいっぱいあった日です。今日はいいことがいっぱいありました。え、この色いいですね、これなんかミッドナイトみたいな色らしい、ミッドナイト、ハッピーニューイヤー、ありがとうございます、ニューさん。なんかやっぱり今までよりでかいですね、あんま変わんないけど、でも
そうです。でもまだ本当になんか何も動かなくてちょっとだいぶ困ってます。そう、もう一つの携帯ももう全部移行しちゃったんで、本当にあのまだ待ちです。これが動くのずっと読み込み中なんですよ。あ、そう、ツイッターも本当にあのあれなんですよ、あれがしたい。私いつじゃないですか、9000人突破できた時にあの1万人いったらあのリプ返しますみたいな風に言ってたんですよ。そうだからちょっとこの移行がうまくいったらリプ返します。そう、まだ実は聞いて読み込み中なんですよ。そう、慌てて私あの自分のアカウントをお母さんの携帯でログインしてちょっと慌ててもうツイートしたんで、それもちょっと今まだ見れないんですよ。そう、まだ読み込み中なんで、ツイートやめてください。それ本当にやだ、絶対。ちさちゃんありがとうございます、パチパチマーク。そう、早く大丈夫、今日12でもこれ終わるんかなっていうレベルに本当に遅くてマジで遅いんですよ、びっくりするぐらい遅い。もうだってもう多分私もう3時間以上これやってます、ずっと。りょうさん、ハートありがとうございます。くにゃんさん、だるまさんありがとうございます。そう、めっちゃ長い。全然動かないんですよ。あさってのコタさんは生誕的に新しいですね。どんな感じになるんだろう、ちょっと分かんないんですけど。どっちの美咲ちゃんですか。7期です。7期の美咲ちゃんですそう、なんでだろうね、マジでいかない。これだいぶ悲しい。でもね、あれが見れる。同じ名前が同じ美咲です。 Twitter でフォローしました。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、私 DM 開けない。ちょっとね、私の携帯マジでこういう時だけ動いて、本当に動いてくんない。ねえ DM 開かして、本当に。もう移行なんかしなければ。
どう終わったらいいですかね。どう、じゃあ一遍終わります。これちょっとランキングだけ読みます。ちょっととりあえず13位の方島城さんありがとうございます。12位の方デビルノイドさんありがとうございます。11位の方プントさんありがとうございます。10位の方ナルルさんありがとうございます。9位の方 KFPH さんありがとうございます。8位の方61さんありがとうございます。7位の方ちさちゃんありがとうございます。6位の方テラちゃんありがとうございます。5位の方クニアさんありがとうございます。4位の方ユウさんありがとうございます。3位の方ニッシーさんありがとうございます。2位の方コバリョウさんありがとうございます。そして1位の方アキトさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。これで大丈夫なんですかね。ありがとうございました。本当にツイッター1万人もありがとうございました。ではありがとう、あ、合ってます。ありがとうございました。ではバイバイ。